ラスト、これは視聴者、あ、A チャンネルの視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。もうなんかあれだな、すごいなでしこに携わる選手たちがたくさん出てる中で、本当にあの選手の素のところを見れるし、あの知れば知るほど面白いから、たくさんの人にあのぜひ見てほしいなと思います。なのでこれからも明日作を中心にあのいろんな企画を立ててね、あの もちろんインタビューとかも違う企画もいろいろ立てたらいいんだよ。だからそういうのをやって、あの見てる人もこうなんか盛り上がれるチャンネルとかになってほしいなと思います。ありがとうございます。すごいすごいよ、豪華すぎる、すごいよ、やばい。でも欲しがりなんで、もう一つすいません、おまけがありました。Aチャンネルへのあご意見もらったの、はい、でも明日作に対しての明日作へメッセージお願いします。すごいすごいもんな、欲しがりだなお前ら。そんなことあるかい、そのままでいいんじゃないの。はい、いや、でも面白い、面白いと思う。だからその、はい、今も言ったけど、やっぱ面白い、なんか企画立てたら、はい、なんか今のもちろん十分、このねインタビューとかも、はいはい、インタビュー以外の企画ってことですよね。そう、なんかさ、パーと、バッカー、例えば1年後にまたサザンに出ていただいて PK 対決するとか、ほらなんか、いや、ちょっとさ、そのもちろんインタビューとかもあるけど、はい、だからそういう現場とかでもさ、こうサッカーのなんかとかでもできるんじゃない、なんかわかんないけど、確かに、まあ、PK でもいいし、あーなるほど、何々選手のテクニックとか広げるとか、あーいい見せられるじゃん。いやだからなんかそういうサッカーだからこそ、あーいいできるじゃん、浮かして浮かして浮かしてだったりとか、うん、子供たちもなんかお手本になるものだったり、ああ面白い、うん、子供たちが見て参考になるのは面白いけどね、うん、せっかくプロ選手なんで、ね、そう確かに見せれる、じゃあやっぱりヒントでもいいし、うん、難しくなるわかんないけど、うん、まあ、1対1でもいいし、こう1対1だけじゃなくて、例えば、ね、例えばだけど、うん、まあ、2対、まあ、複数でとかさ、うん、まあ、いろんなこうサッカーのさ、うん、あの、うん、テクニックだったり、その戦術、うん、まあ、戦術まではいかないとしても、なんかやるのも、うん、見てるサッカー子供たちは面白いかもしれないよ、うん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 、確かに、え、アメリカのみたい、練習とかが、うん、あ、練習、うん、アメリカの練習、ポジションは調子悪いと回らないよ、3本ぐらい回っていいなっていうぐらいのサッカー先に言っちゃったけど、あ、じゃあ1対1、アメリカの1対1あれあるよね、ゴールからさ、うん、あのペナルティのさやつでさ、1対1ぐらいなんかこう出してさ、なかったわ。それはさすがにやったことないです。ゴールでっかいのと、うん、本当にゴールでっかいやつで、うんうんうん、1対1とかで勝負して、で入れたらまた次の人が出てきてやるとか、うんうん。ペナルティーボックスぐらいではでもやってるよね。最初1対1、うん、2対1、3対2、うんうん、4対3。やるよね。やるよね。それは面白い。激しくて面白い。他の企画がもうあってもいい。もっといろんなさ、こう選手もたくさんやってさ、いろんな選手のいいところとかさ、みんなわかんないで、こういうふうに話を聞かないとさ、みんなの素のものとかさ、わからないけどさ、こうやってやってくれたらさ、あ、こういう選手ってこういうもの持ってるんだとかさ、ね、知るチャンスにもなるからさ、それを全然引き続きやりながらも、いろんな企画があったら、はい、ありがとうございます。面白いかもしれない。うん。あ、そしたらあのサインあ、はい、お願いします。ここに書いちゃっていい？はい、すごい、え、これ A チャンネルっていう、ほら、え、なんで？もうシール貼ってるんで、シール貼ってる、 A チャンネル、かわいいね、このシール、本当、かわいい、作ったんだ、はい、作りました、はい、すごい、ミッションが書いてくれて、すごくない？A チャンネルの、それ持ってちょっと、サザンに乗せようと思って、すみません、確かに、サザンいきます、はい、チーズ、じゃあみっちも一緒に、一緒に、うん、パスも一緒に、うちが取る、確かに確かに、はい、じゃあサザン真ん中に、真ん中に、はい、いやいやいや、そうなんで真ん中動くの、信じなんだ、いきます、はい、チーズ、はい、大丈夫です、ありがとうございます、すみません、ありがとうございます、すげえ、でも今腰切れてた、腰切れてた、いいよ、いいよいいよ、こういう動揺だよね、はい、いいはい、すいません、ありがとうございます、今一緒にあれだけ容姿やってたよね、容姿、この前、あ、はい、知ってるからさ、すげえ面白いのよ、わかるわかるでしょ、言ったじゃん、なんか
ね。そうで、ブッチにも何あの愛想ないの。でもそれがまためちゃくちゃ素が出てて、めっちゃ面白い。超ツンデレかもこれ。